写真企画長っ。ここは神保町。お、神保町、昔ながらの本屋さんが、はい、古本屋さんがいっぱいある通りがある、うん、その神保町で、はい、今回はフィルムカメラ、お、ハーフ版カメラ対決です。神保町ね。え、カッキーはそのカメラ買ったんですか？買いましたよ。ハーフ版で勝負したいってあれですよ、コンちゃんと約束してたから、うん、キャノンのデミ EE17 ね。キャノンの当時のあれですよ、あの高級ハーフ版カメラとして、なんとその明るさ 1.7 ですよ。そんなカメラを今日は持ってまいりました。実はサボールちょっと見たいんで。おい。ええやん。なんてね。なんかこう丸みがいいね。中野さんは？きょんちゃんの、これはペン EE という。買いなはれや自分で。いや、ハーフ版カメラです。買いなはれ。なんでペン対キャノンデミというハーフ版フィルムカメラ対決、72枚36枚撮りのフィルムで撮れると。おー、これがお得ですよ ね。 そうだね。フィルムカメラ高くなってるし、現像代も高くなってる中で、あんまりね、気にせずにバンバン撮れるといえば、そうそうそう、ハーフ版といったところでしょうか。神保町の駅前からすぐにあるのがサボールさん。なんで、はい、古本屋とともに喫茶店やカレー屋さんが多いっていうのが神保町の、はい、あ、そっか、カレーの街とよく言われますもんね。そう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 、とっとこハム太郎みたいに言ったけど。写真機書き中、ハーフマンカメラがフィルム現像代が高騰する中で人気です。60年代に一世を風靡したレトロコンパクトのデザイン、枚数が倍取れるコスパ、エモい描写でオールドコンデジと並ぶ注目アイテムです。ハーフ版といえば縦位置になってるじゃないですか。こう覗き窓が縦長なんですね。そうなんですよね。普段スナップって横位置で撮ることが多いので、ちょっと違和感を感じますね。まあ長野さんはね、縦位置ばっかりで撮るからあれやろうけど。そうそうそう、だからこれで縦位置撮れるんで便利。なるほど。あ、神保町といえば旧西軍だね。旧西軍があって、向こうに小学館があり、集英社の一部があるというなんですね。向こうから渡っていこうか。はい、はい、旧西軍、最近はあれですか、活動されてるんですかね。やっぱ年末年始は大忙しだったんじゃないかしら。何でしたっけ、何鍋でしたっけ。え、なんか活動名ありましたよ。あったあったあった。何鍋やったっけ。で、ここが、白山通り。何鍋やったっけ。そしてさっきの交差点に横に走ってたのが靖国通り、それが神保町の交差点です。ペンは操作系はどういう感じなんですか。ピントがないんですよ、これ。あ、これはほんと気楽に。じゃあ、あれですか、絞りとシャッター組み合わせて撮るって感じ。 EE っていう AE でもない、ここでセレン素子を受けてこう絞りを調整するという感じなんで。あ、勝手に。そう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 、自動で。だから映るんですよりもちょっと一歩進んだ露出、映るんです、オート露出はあるんだけど。はい、シャッタースピードは変えられないので EE という。なるほど。ことですね。で、ここは桜通りですね。桜通り、なるほど。おお、いいですね。だから昔は出版の編集プロダクションとかもね、出版社だけじゃなくていろいろあったけど、ええ、最近はまあ出版不況もささやかれてるんで、はい、ちょっとこう寂しくなったテーマもあるし、建て替えとか進んでるけど、はい、まだまだ特徴ある町ですね。あそこは和紙の結構古い店だし、山形屋さん、うんうん、おー、すごい、やっぱ本屋さん、本屋さんばっかりですね。私も東京に来た時はよく来ましたよ、本をあさりにね。懐かしい。でも今や情報化社会になっちゃったから、掘り出し物みたいなのもないじゃないですか。悲しいといえば悲しいですよね。なんか思い入れがあるんですか。
そうですね、なんかやっぱ写真集の古いのとか写真雑誌の古いのとか多いですけど、ここブックホテルっていう新しいところですね。ほう、何がどういった、そうそうそう、ブックホテル、時代が時代だけに、うん、なんかこう洋風の建物が意外に古いのが多いですね。あ、うん、神保町よく来た。いや、東京に出てきた時はよく来ましたね。僕は本めっちゃ読む派だったので、あの本あるんじゃねえか、この本あるんじゃねえかと思ってよく朝に来たもんですよ。でもなんかこういうところに来るとむしろなんだろう、あんまり古本に興味ない人が興味出るきっかけの、なんだ。なるほど。例えば、例えばやっぱこう自分の興味がなかなか検索じゃわからないのかな、うんうん、Amazon のレコメンドじゃわかんないのかなと思うんですね。さあ今日の写真は、うん、ジャッジを本日これから配信があるんで、そこで視聴者の人にしてもらう、はい、せっかく時間があるんで、うん、3枚構成とかにする。いや構成してもあんま意味ないから。いやいやいや構成したって意味がないのよ。いやで3枚出してお互い、はい、で名前を出さずに、はい、投票してもらうと。で1位を取った人の勝ちと72枚のうちお互い出して、はい、で無記名で見てもらって、はい、一番いい得点を取った人が勝ちという勝負です。わかりました。お、BS21 パラスシトロエンですね。いいね。この方なかなか日本ないよね。いやいや、DS は結構人気なんで。まあ DS は人気だけど、メンタリストが載ってた。メンタリストは DS なんですか。DS なんです。なるほど。ダイゴじゃない。え、メンタリストってそっちじゃないそっちじゃなくて、なんかあの海外ドラマ。これかな。撮り心地はどうですか。いや、撮れてるかどうかよくわかんないね。そうだね、買ったばっかりだからね。うん、何ミリなの。30ミリミリ数問題振ってくんのやめた方がいいんじゃない。そうそうそう、これそうだ、ね、倍ではないよね。ミリ警察現れるから。ルート2分の1になるんじゃないか。ルート2分の1 1.4 分の1 45ミリぐらい。写真機書き中、あのね、撮れないとき赤が出んのよね。撮れないとき赤が、やっぱもう撮れないんだよな。だから強制的に撮るしかない。あ、なるほどね。いいだから。そうそうそう。撮れまへんでと言われるのね。カッキーは雑誌の仕事とか昔したの。いや、なんでかっていうと、はい、この昔この2階にデニーズがあって、うん、打ち合わせですげえ使った業界の出版社の人と、はいはい、ずっと編集者を待ち続けるっていう若い時のこう苦労がちょっと。僕もこの突き当たりにあるどんつきにあったステーキの浅熊にはよく来ましたよ飯田橋の方ね。飯田橋こっち行きましょうか。あそこの突き当たりね。お、これはこの辺か。よいしょ。ほら、あのなんとなくこれぐらいの距離だよでピント合わせて撮るのってローライ3号もそうなんですけど、目測ね、目測式か。うん、難しいよねあと昔はこの辺飯屋がいっぱいあって、ええ、それがすごい良かったですね、はい、あの出版社が近いんで、うん、こうな、いろいろこだわりのある人が多いから、はい、それで美味しい飯屋が多かった。なるほど、ね、おー、すごい独立系牛丼屋ですか、この牛丼三宝さん。牛丼三宝すごいね。ちょっと食べてみたいね。確かに食べてってみますなんか言ったらカレー食う羽目になるね。カレー、カレーか。カレーは家で食うもんだからな。ここは筆屋さんです。これも結構有名なんじゃないかな、はい、サンタ酢ですか。そうですか。お、じゃあ記念に取っとくか。まあですね。お、今日は縦位置を楽しむということですから、うん、おっ、めっちゃいい匂いするのはどこからなんでしょうね。あ、なんと、ええ、
あらま、何屋さんな感じなんですか。ええ、この匂いに誘われて、あらま。へえ。あ、すげえいい匂いするな。それですか。ここから伊勢丹まで行くの大変だな。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。超いい匂いするマルエツ。はい、今の、あのご夫婦も、はい、スポーツブランドだったけど、スポーツウェアのお店や会社も商社もこの辺いっぱいありますね。神保町といえば、そういうスポーツ用品店が近いのも、はい、やっぱこうなんでしょうね、出版社がすごい栄えてる時に、第一次アウトドアブームみたいのが出版社がこうね盛り上げたっていう、それがあってこの辺にアウトドアウェアが多い。そうなんだよ、思ったよりは狭いんだよね。おお、どう、ペンとどう。変わんない、ノリは変わんない。やっぱこう歩いてて散歩が楽しい。まあね、本好きとかだったらね、それこそ、ね、まあでも、あ、レコード屋もあるんだよね、確かね。そう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 、レコ屋もあるんだね。面白フロアと名打ってますからね。どういった面白さがあるんでしょうか、寄ってみたいところですけれども、ね、こちら精神堂書店とかね、一斉堂書店とかね。おー、でもいいですねこれは。はあーはあーあー、絶対ブレてるで、このシャッターの重さ。そう、ね、押しながらやっぱちょっと動いてるもんね。でもこうなん、レンズについてるこういうシャッターっていうのは、はい、手ブレがしにくいという特徴がちょっとあって、こうミラー型の昔の一眼レフよりも頑張れば15分の1でも撮れちゃうんじゃないかなっていう、そういう手ブレしにくいそもそも構造ですよね。なるほど。ミラーレスもそうだけど、スナップ写真、去年も1年間いろいろ動画出させていただきましたけど、ほいしたけど、なんだろうな、いつでもどこでもやれるっていうのがいいですよね、趣味として。すごい綺麗な、いや、絞り 1.7 のね、強いところが出てるんじゃないですか。なるほど、確かにこれは分からんすけどね、これ生きてるかどうか。いや、あ、確かにな、 3.5 なんですよこれ、絞りが開放。お、なるほど。それがちょっとな、自動で取れない。あ、そうだ、縦位置が違うんだ。出た、長野の縦位置スタイル。お、お、お、この時代のハーフカメラっていうのは形に引いてるんですよね。ハーフカメラってやっぱ日本発祥なんじゃないかなと思わせる感じですね。先取りされた。何何。なんすか、別に一緒に撮ったらええやん。いや、全然全然。ビビってんじゃねえぞ、一緒に撮れよ。昔そういえば家に、カッキーの家にお邪魔した時、すごい古い本いっぱいあったけど、はい、ええ、ああいうのまだ持ってるの？持ってますよ。お、すごいね、物持ちいいよね。どういうことやね。まあでも確かに物持ちいいというか、そうですね、うん、物持ちいい方ですね。岩波文庫大好きマンやったんで。それはいつ頃の話なの、カッキーが何歳ぐらい？高校ぐらいから。ああ、高校ぐらいから。なるほどね。ですね、陰のオーラまとった闇系なんで僕は。どちらかというと今だと闇キャラだったわけでしょ、つまり。今だとって、今もそうだわ、闇系だわ。まあまあ、写真やってる人は闇キャラ多いからね。そんなことないでしょ。みんな闇キャラなんじゃない。そんなことないよ。で、いいんじゃない、うん、はい、そっちに渡って、この上、いい、ね、今明治大学エリアっていう感じですね。あ、明大エリア。意外に神保町ってランドマークがあんまないので。確かにね。だからこそこうスナップの腕が試される楽しみがありますよね。スナップの腕って何なんですか。いや、だから要はカメラをちゃんと
手に馴染んでる、すぐ撮れるっていうのがまず重要ですよね。でないと気軽さっていうのがなくなっちゃうんで、スナップの大事な、そしてやっぱ興味の引き出しじゃん。ほうほうほう、興味の引き出し。いや年末にもね、はい、ショート美術館でやりました、あの、はいはい、見ましたけど、前衛写真見ました見ました、ね、あれ見ました、ありがとうございますほいで、いや、やっぱ、はい、日々の興味って忘れちゃうもんなんだと思うんですよね。前にも話したんだけど、はあ、この鉄格子がかっこいいなとかっていうことって忘れちゃうんだと思うんですよ、はいはい、自分の感情を映してるっていうのも面白いし、はい、これが見るときにどう見えるんだろうって思うのも楽しいのがスナップの上手い下手ごめん、あれちょっと最後ぼやっとしちゃったんで、ちょっと最後ぼやっとしちゃったね、ぼやーでしたね、うん、お、すごい面白いですね。面白いところに連れてきますね。そうそうそう、さすが。どれぐらいか、あー面白いですね。そうですね。ここは何だったんですか。あ、僕は15か。そうそう、明治大学の一帯なんですよ。一般の道路を挟んだね。こういう感じって、はい、うん、すげえモラトリアム。この場所がモラトリアムで面白いですね。何言ってるかみたいなタモさんみたいな顔で見ないで。いやでもスナップの良さは本当あれですね。知ってた街も知らないものを見つけれる。知らなかった街は楽しく歩けれるというこの良さが、なんともお得感満載ですよね。健康にもいいし、ポケモン GO みたい。はあいや、そういうことなんですね。さあ、山の上ホテルでございます。昔森山大道と中平拓磨がここでも対談した様子が本になった歴史あるホテル、山の上ホテル、今回取り壊しが決まったそうなんで、はい、年末にニュースになってましたね。おうおう、名前がいいよね、山の上ホテルっていうね。確かに坂の上の田村麻呂みたいなね言いたくなるような感じ。上だけじゃない山の上ホテルと名前がいいって言えば対して、そうそう、夏は結構この木がね茂っていて、この下から見上げることが結構難しいんでね、ほう、今だけのアングルかもしれない。ほうほう、みんな写真撮ってるね。ホテルの前のここの横断歩道はしょっちゅう、はい、俺2回ここで車の事故してる人見たことあって、はい、へえ、やっぱみんな気が散ってんだよね。いや、山の上を見て、うん、足元を見てないということですか。そう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 、へえ、今ここじゃないですか。でさっきこう回ってきたわけですよ。なんでこれからいよいよ古本屋のメインストリート、神田スズラン通りを通ってラストスパート。写真機書き中、仕方ない、私もブラさんのサングラスを取るとしよう。サングラスを取った時一気に本気になっちゃいますよなんて何言うとるの靖国通り沿いにある本屋さん、うん、はいはい、書店街よく歩きやすいですね。やっぱそうなんですね。やっぱこうちょっと静かなところで本選びたいから、そうなるとやっぱこう裏路地の本屋さんは結構いいですよね。思ったよか、東京道、東京道さんカフェもある。ああ、パッセージという、棚ごとに店主がいる古本屋さん。だから棚ごとに店主が違うというコンセプトの古本屋さん。もうちょい絞れんじゃない。で、美術書が結構取り扱いあるところがこの向こう側の靖国通り沿いにもあって、ね、オーライか、
いいね。お散歩カメラで撮ってきた、はい、どこ行ったんでしたっけ僕ら。神保町ね行って神保町行ってたね、今日は2本撮りすでに済ませて、その撮った写真をこれから6枚ハーフ版の写真をお見せして、うん、でどれが一番良かったかっていうのを皆さんに投票していただきます。ハーフ版皆さん使われてます？僕もあんま使わないんですけど、うん、使いにくかったな。この中野スタイルになるわけですよ。これ中野スタイルって皆さん思ってますよね。すぐ縦位置で取り上がる有名な。いやいいやん。だからこれが慣れないんで、ね、やっぱカメラはこう持ちたいタイプだったんで、そこが慣れるのに大変。では皆さんにお見せしたいのはこのハーフ版で、古本屋街で有名な神保町を撮った写真をこれから6枚お見せします。で、はい、皆さんから見て左上の写真が1、2、3、4、5、6となります、うん、どの写真が一番良かったか番号でコメントをいただきます。おー、いきますよ。おー、いきなり、せーの、はい、皆さんにご覧いただいてるのは今日夕暮れ時のわずか30分、1時間、うん、1時間1時間ぐらいかな、うん、でも結構夕暮れだったんで、日があんまりなかった時の、神保町の写真です。これはどっちが撮ったかわからないように混ぜてあるということなんでしょうけど、ちょっと混ぜる今、ご覧になって方にご説明しますと、今回お散歩カメラ、神保町ハーフ版カメラで撮りました。その写真を皆さんに投票して、ジャッジしていただきます。正直撮れてるかどうかもわからなかったですが、うん、まあ72枚撮れるというのはすごいやっぱ安心でしたね。あ、なんというか、うん、バッチバチ撮れるなと思いましたが、やっぱちょっと使いにくいですね。そうですね、41名の方が皆さん今ご覧になっております。これ最多レベルですね。皆さんありがとう。白と黒さんは3番、うん、耳こもさんは悩むとありますね。漂ってましたよ、カレー、カレーと。バーガーさんが1番、柿島先生のこのシリーズ好きですって書いて、柿島先生とは書いてないからね、柿さんでも。さとしさん、こんばんは、初コメです。2番の光の捕まえ方が好きです。来た、はい、ありがとうございます、きょんちゃん。いや、きょんちゃんから発表をしていただきたいと思います。皆さんが決める今日撮ったばかりのお散歩カメラ神保町ハーフカメラ対決、うん、勝者を教えてください。ドルー、引き分け、引き分け、あ、2番と5 番、引き分け、7票も入ってんだ、ありがとうございます、すごいね。2番と5番、あ、じゃあ最後追い上げたんだ。この中で言うと真ん中の上下の写真が7票を獲得して、はい、今回引き分けということになりました。ま、ちなみに3番目は何が人気でした？1と4、すごい、カッキーと俺が血を争う戦いになってた。血で血を争う。でもやっぱあれですね、この、うん、スナップの写真の癖がめっちゃ出てるよね。そうよね、うん、カッキーの撮ったやつは結構やっぱセンターとかがすごいいつも決まってるなと思うし、俺の写真はこう見るといつも斜めだね、歪んでる、うん、それが好きなんですよね、うん、ありがとうございました。